またね、明日、多分明日のね、お昼間とかになっちゃう、お昼間から夕方にかけてになっちゃうかもなんですけど、ポケモンするんですけど、見に行けるよっていう方これクマさんの耳です。ちなみにメリークリスマス。ルームズまだ入ってなくてすまぬ、おすすめやで。あのね、NMB で、まあ、個人のファンクラブみたいな制度が始まって、今日初めて配信をしてみたんですよ、そのファンクラブ内限定の。そしたらね、楽しかった。一応ね、 YouTube の私のワカポンっていうチャンネルの方に、まあ冒頭だけ同じものを配信してみたので、ぜひそちらも見てみてください。いや、あのね、これはあの、まあちょっと言い過ぎかもしれへんけど、結構メンバー NMB メンバートップでいいものを提供できるという自信がなんか湧いてきました。楽しくて、今日もね、なんかブログみたいなのもあるんですけど、それも更新したり、写真もいろいろ載せたので見てみてください。今日料理作ってインスタに載せたんですけど、天才でしたね。コンテンツの使い分けが難しくない？でもね、私はまあ料理が好きっていうのがあるんで、料理配信をまあやっていけたらなと思うし、アーカイブもね、なんか残るんですけど、ちょっとまたアップまで時間がかかるみたいなんで、まあ気長に待っててください。そう、ブログもまあ別に書かなくてもいいんですけど、なんか楽しくて書いてみてます。モバメはモバメでね、メールのアプリもあるんですけど、それも今日いっぱい写真送ったり、なんか今日はね、ちょっとご機嫌ちゃんで、クリスマスやしってことで、めちゃくちゃ SNS 更新してみました。今インスタ見てきたけど、料理すげえ。せやろ。せやろ。すげえっしょ。ほんとに、チキンのほんと一匹丸ごとがめっちゃ上手に焼けて、ハッピーでした。美味しかった。中ふわふわですごかったです。ね、皆さんクリスマスはいかがお過ごしでしたでしょうか。なんかできなんかしました？私はね、もう朝から公演をし、劇場公演をして、はい、配信をして、ご飯食べて配信して衣装なんかやってる。サンタ衣装は自前、そうです、これは自前の、自分で借りましたね。なんかめっちゃ可愛くて当たりでした、今回のはね。あ、劇場公演に来てくださった方もありがとうございます。チキンいっぱい売ってきた。お仕事もある、お疲れ様です。24時間配信で寝不足で寝てました。大事やな、それは。なんかでも私まだ、まあ徹夜で2時間3時間踊ってからまた仕事するぐらい、もうなんかやっぱ若いんかなって思ったわ。いや別になんやろ、なんか自分がオールとかするたびに、あ、まだ20、いやまだ20代やんって思います。でも今日はね、昨日まあ24時間生配信とかして、ほんとなんか活動時間40時間ぐらいしてたんですけど、でもさすがにやっぱ1日一晩寝たぐらいじゃ足りなくて、朝起きた時にもうちゃんとしっかり寝たとは思えないぐらい眠くて、もうちょっと今日行くのやめようかなとまで思いました。眠たすぎる時の朝ってもうなんか全てに絶望しちゃいますね。そう、いろいろね、新 YNN さんというね、 NMB48 のチャンネルで
24時間生配信みんなでしたので、ニコニコのニコニコのサイトから見てみてください。あとね、今日は SNS いっぱい更新したんで、 Twitter、インスタと見てください。あと TikTok も何気にね載せました。すごい気まぐれでやってます。メンバーと NMB のメンバーとみんなでちょっと空き時間に撮ろうかなって思います。結構 TikTok やってるメンバーは多いんですけど、なんやろ、まあ個人の自分のやったり、なんか、うん、まあ何かを紹介するものだったり、いろいろ決めてやってる人が多いから、私もそうなんですけどでも私のは割と自由にやってるから、なんか暇な時に誰かの TikTok 載せるなら若ぽんどこみたいな感じです。あんばで NGT さんがロケしてたの知ってる？あ、そうなんや。ナンバは広いからな。広くはないか。そう、まあ SNS ね、楽しくいろいろ更新してますので、ぜひぜひご覧ください。ペロブルの若ぽんがめっちゃ可愛かった。マジで恥ずかしい。あそこ、私のとこだけアーカイブカットしてほしいわ。ほんまにあずい。ほんまに。顔合わせられへん。もうね、まあいろいろやってますわ。ノリノリに見えた？嘘やん。ほんまにあれ、もう心からずっと恥ずかったし、めっちゃくちゃ緊張して、私もたん出る予定じゃなかったんですよ、そのコーナーに。でまあなんか急遽当日行ったらなんか出ることなってて、ってなんか台本にあざといポーズしてくださいみたいな、あざといポーズとアピールポイントを言うしか台本に書いてなくて、もう何させられるかも分からず怯えながら行ったコーナーだったので、ぜひ YNN 見てみてください。台本もね、全部当日知りました。だから私らもコーナー名しか知らなくて、なんか当日行って何すんのやろうって思いながらチェックしてました。いつもね、でも出るコーナー、自分がどのでコーナーに出るかも前日ぐらいに来るんですよ。なんか本当になんかみんなで自由にやってるって感じです。楽しくやってます。懐かしがってる赤ポン可愛かった。そう、 MC もね直前ですね、いつもね。でも楽しいのでよし。YNN に限らずね、でも結構そうですね、なんか番組とか行っても結構その場で台本渡されるとかあります。多分あるあるのやと思う。まあ前日になんか軽くだけ来て、本物はその当日の現場行って知るとかやったりしますね。カッポン何食べた？クリスマスに、自分で料理して、チキン、クリスマスのチキン焼いて、アヒージョ作って、まあ、バゲットも焼いて、リースサラダっていうおしゃれなサラダ作って、ケーキ食べてみたいな、みんなで食べました。お腹いっぱい。サラダめっちゃ美味しかったわ。そうね、なんか結構クリスマスに昨日までちょっとなんか朝道歩くたびにちょっと腹立ってたんですけど、みんな遊び回ってるから、もうケーキ食べたらそんなことどうでもよくなりましたね。なんかね、うん、ケーキ食べれるイベントなんやったらまあいっかみたいな。
に何でもいいかって。でもクリスマスプレゼントとかはうちはないんで、阿部家は。だからプレゼント欲しかったなって。腹立たないんですか道端でクリスマスの日って本当目閉じて帰りたいなっていつも思うんですけど、腹立たないんですか家にこもってるから見ることもない。あ、でもクリスマスの日は家から出ちゃダメですね。そう、もうカップルの間を割り込んで歩こうかと思いました。そのターンは過ぎた、大人だ別に何か、何でしょう、幸せに、みんな幸せになりやって思います、最終的にだからみんな頑張れって。クリスチャンだから普通に教会で過ごします。そうなんですね、なんかそれはそれで素敵やな、いろんな過ごし方がありますね。そんな別に本気で腹立ててはないから安心してくださいね、冗談ですよ。私ね、なんか私がね嘘ついたりなんか言ったりするとマジで信じる人が結構多くて、まあ、もちろんね嘘冗談って分かる人もいるけど、メンバーとか NMB のメンバーとかになんか、まあ、ノリでね冗談言ったらほんまに信じたりとか。この間ね、まあこれは別に嘘とかじゃなくて本当になんかお弁当が楽屋に置いてあって、もうお昼ぐらいのお弁当、お昼ぐらいに来たお弁当を夕方に見て、こうやってもう腐ってるかなって会話をしてたから、私がいやそんなお弁当とかすぐ腐らんし見たまんから別に大丈夫やでって言ったら、あ、ちょ、カポンの言うことやったら信じるわみたいなですごいね、フードロスに貢献できましたそう、ヤワカポンの言うことは全部信じるようにしてるから分かったって言って食べてて、でもそれはほんまにそうやんか、まあそんなこともあったりしました。なんかね多分信用され声なんやと思う。そう、あとなんか賢いみたいな感じで何やろ、何言ってもなんかほんまちゃんとしたこと言ってそうみたいな、メンバーからの思ってもらえててね、いいことですけど。そうで、でもまあボンさんの言うことやったら何でも信じろわって言われたから、じゃあ今度生牡蠣置いてやっても食べれるよって言うねって言っときました それはさすがに信じてくれへんやろけど、あ、ミラーボールや、チェン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 。そう、でも私結構ねなんか詐欺とかに引っかかりやすそうとかも言われるんで、気をつけますではダメを見てよ、ありがとうございます。でもNMB の中野未来ちゃんがしょっちゅう牡蠣に当たってお腹壊してますマジで可愛い。もうなんかメンバーみんななんかもうその顔と普段配信とかで出すキャラ通りの行動をいつもみんなするんですよ。今日も出口ゆいなちゃんがね、メイクさんになんかおにぎり食べたいのって口にのりついてんでって言われててマジで可愛い、みんなもうみんな愛おしくて
そう、もうね、もうほんと大好きです、そういうみんなメンバーが。ちゃんとなんかキャラ通りのことするやんっていうことをねしてくれたりするんで、見てほしいですね。 NB が大好きになりますまた知れば知るほどね、みんなのこと好きになると思いますのでぜひ来年もね NB のこと応援してもらえたらと思います。そしてチーム M の劇場公演にも遊びに来てください。ほっこり。さあ、それでは最後にランキングを読ませてもらいます。13位、薄池照人さん。12位、西さん。あ、変わっちゃった。13位茶太郎さん。12位ジャケさん。11位久男さん。10位裕次郎さん。9位ひじきさん。ひじき食べたいな。8位チキン南蛮さん。チキン南蛮は今日はいいや。7位カルちゃんさん。カルパス好きですね。6位シンシグーさん。特に該当なし。5位のぶ太郎さん。のぶ。ああ、ちょっと思い浮かばへん。4位たかふみさん。たかな明太のおにぎり、美味しいですね。3位薄池照人さん。薄揚げって大人になってから好きになりました。2位日課さん。日課ハッカか飴はハッカ飴1位たかさん、ありがとうございます。たかな明太って言ったもんな。たかから始まる食べ物なんでしょう。鷹の爪はアヒージョに大事です何の話食べ物連想ゲームでしたお前何言ってるかよくわからんかったけどね。料理は楽しいということでね、終わろうと思いますはい、また本当はインスタとかもよかったら見てほしいですしね、阿部アカナのファンサイトって言うんかな、なんて言ってるんでしょう、あれファンクラブって言っていいんかな。でも料理配信とかしたので、ぜひそちらも気になったら見てみてください。それじゃあメリークリスマス、ありがとうございました。今日も皆さん良い、他はね、まああと1週間ぐらいで今年も終わるんですけど、良いお年をお過ごしください。メリクリー。バイバーイ。